ジョージアービン・ソニー・パーデュー3世は、アメリカ合衆国の政治家。ドナルド・トランプ政権にて、第31代アメリカ合衆国のオム長官を務めていた。ソニーは s n と読むのが正しいが、日本の報道では全てソニー・パーデューと報道されている。1946年12月20日に、ジョージア州ペリーで、教師のフィー・ビオラと農家のジョージアービン・パーデューとの間に誕生する。 1972年にジョージア大学ベリナ医学校で医師資格を得る。アメリカ空軍に入り大尉まで昇進した。その後ジョージア衆議院を経て2003年1月13日から2011年1月10日にかけてジョージア州知事を2期務めた。ジョージア州では1872年以来最初の共和党の州知事であった。州知事として教育の改善。 健康管理へのアクセス改善、良質な仕事の創出に努めた。2017年1月19日に、ドナルド・トランプ大統領は、ソニー・パーデューを農務長官に指名した。しかし2017年3月2日時点で、トランプ政権は、指名手続きに必要な書類を提出していないと報道され、公聴会も行われていない。アメリカ政府倫理局のワルター・シャウ部局長は、 倫理事項を評価する相談をする前に、ドナルド・トランプが候補者を発表したことに問題があると述べた。2017年3月23日に、指名のための公聴会が行われ、アメリカ合衆国上院の農業、栄養、林業委員会では2017年3月30日に発生投票が行われ、賛成19、反対1の賛成多数で指名が承認された。 反対票は、パーデューのフードスタンプ記録に不満を表明した、カーステン・ギリブランド議員だけであった。2017年4月24日に、アメリカ合衆国上院は、パーデューの第31代アメリカ合衆国の務長官の就任を賛成87、反対11で可決した。上院の農業、栄養、林業委員会のパット・ローバーツ委員長は超党派で、 人事を承認した農家や牧場主のニーズを第一に考える長官を歓迎すると述べた。宣誓式は翌4月25日にクラレンス・トーマス最高裁判所判事の立ち会いで行われた。ありがとうございます。